can you hit my line? I just wanna make you mine. I'm busy always on my grind. I don't wanna waste my time. Hey, こんにちは、村田です。教習所から帰ってきて、教習所の中では2週間行ってきたんですけど、2週間の中で2回しか登校できなかったんですよね。まあ、本当は毎日やりたかったんやけど、やっぱりそんな甘くなく、なんか全然勉強ができやんから、その毎日勉強して結構必死こいとったから、その全然登校ができなかったんですけど、ついにやっと2週間経って卒業できて、帰ってきたんで、今日早速、YouTube を撮っていきたいと思います。まあ、まだ本面テストをまだやってないから運転はできないんですけど、まあ、本面テスト明日、明後日行って、よかったらその初運転で、まあ、安全運転でしながら、そのトリップ編みたいなのを撮ってきたらいいなと思います。チャンネル登録よろしく。今回の本題なんですけど、今回はこのサーフボード1回僕の YouTube でも出したんですけど、コナミ用が調子良すぎて笑いが止まらんとかいう題名のやつで出したんですけど、これ実は普通の、まあ、サーフボードっちゃサーフボードなんですけど、シティウェーブっていう品川にあるシティウェーブ人工プールで使う用の板なんですよね、本当は。だけどこの自分的にはこのシティウェーブ用っていうのを忘れて、こういう普通の海で入ったらめちゃめちゃ調子良かったので、実はシティウェーブ用っていうのを皆さんにお伝えしたくて、今回動画撮っていきたいと思います。で、今回このシティウェーブ用でこの金網でどこまでできるのかを、やっていきたいと思います。
まあ、今日はこんな感じで久々に本当に週間ぶりで17日ぶりにサーフィンしたんですけど、やっぱり久々だとちょっと難しかったと思います。まあ、今回はコナミで、まあ、このリブテックの5-4、5-3 の板を使ってサーフィンをしていったんですけど、スピード感があるのと、これ本当はシティウェーブ用の板なんやけど、やっぱりシティウェーブ用っていう板の気持ちを忘れるぐらい、いいサーフボードだと思います。結構ガチで、本当に上級者から初心者関係なく使えるボードやったらかなりいいかなと思います。まあ、明日からいつも通りの日常に戻るので、これからも毎日走行を目安にして明日から今日から頑張っていきたいと思うので、まあ、いつも通り、毎日投稿して、これからもご視聴していただけたら、嬉しいと思います。今回はこんな感じで久々のサーフィンという感じの動画にで終わります。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっとでも面白かったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。で、2週間ぶりに帰ってきて、今日初サーフなんですけど、まあ、いつも通りジョーがおったんで、こんにちは。最近ずっと芝おったの。芝、波良かった。マジか、ずっと教習所おるとき波上がったらしくて、自分が帰ってきたら波が下がっとったんでちょっと悔しいんですけど、またジョーとも、YouTube やろう。まあ、波やったらやろう。はい、ということで、今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。では、終わります。